ございます。今日はですね、千鳥ヶ淵に桜を見に来ました。ちょっと風が強いんですけどね、千鳥ヶ淵に来るのは、今回で2回目なんですけど、ちょっと今日はこの辺を散策してこようかなって思います。それでは行きましょう。レッツゴー。今日も平日ですけど、やっぱり人多いですね。みんな桜見に来ております。見てください、ここの桜めっちゃ綺麗じゃないですか。最高ですね。天気も最初悪かったんですけど、まあ、来れてよかったですね。だんだん晴れてきました。今日ほぼ満開ですね、千鳥ヶ淵。今日3月の24日なんですけど、いや今日来てよかったですね。もうほぼ満開だと思います。いや非常に素晴らしいですね。この沿道沿いをですねずっと歩いていくんですけど、もう結構長い距離歩くんで、すごく散歩するにはちょうどいいですね。なんか桜以外にもいろんな小さい花とかいっぱい咲いてるんで、桜の花以外にもですねいろんな花が咲いてるんで見てて面白いですね。千鳥ヶ淵の一番いいところって、あの川沿いに咲いてる桜がとても綺麗なんですよね。やっぱりああいうのを見るのは千鳥ヶ淵ぐらいしかないと思うんで、やはりすごくあそこは魅力の一つだと思います。すごい偉大ですよね。よくこれを大昔の人は人の手で作り上げたと、すごいなんか感動しますよね。ちょっと天気がだんだん曇ってきちゃったけど、雨が降んなきゃいっか。ちょっとすごい歩き疲れたんで、今からこの辺で休憩しようと思います。これで以上になります。千鳥ヶ淵をちょっと歩いただけの動画になってしまったんですけど、もし面白いなと思っていただいたら、高評価と、チャンネル登録をしていただけると幸いでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。